マークには両11番奥もついています。中の競り合いシュート、バーに当たる、もう一度シュート打って決まった、ゴール、先制点は YS 横浜、コーナーキックのこぼれ球見事に決めていきました。ご覧いただきましょう、リプレイです。競って柳が、宮内でしょうか、最後は佐藤が振り向きざま、左足を思い切り振り切っていきました。左足一閃、受けてオフサイドではない、柳です、ドリブル、左運動か、船橋マイナスのボール、こぼれたところシュート、ゴールポストに跳ね返って戻りましたから始まったところですが、右サイド船橋のクロスです、弾いたところ、あ、ここで接触がありました。柳は決めることはできなかったんですが、神田が収めてチャンス狙っていく、中には神田戻ってきてるシュート、これは田尻が触れたでしょうか。しかしここで前半大きな笛、チャールシュート、こぼれて佐藤になる、うっと、これは体が強く当たりました、 PK の判定、大きなチャンスを得ました。小牧の後ろからのチャージが PK という判定になりました。どうだって決めた、再びリードのホームチーム、 YS 横浜が突き放しました。喉から手が出るほど欲しいでしょう、ホームでの初勝利、しっかりキーパーを見切って決めたキャプテンのドダテです。さあオープンスペース、船橋がチャンスを作れるか、中に神田シュート、ナイスセーブになりました、田尻です。